皆さんはじめまして。トレンドトレード広報ナレーション担当の朝と申します。今回からトレンドトレードの広報ナレーション担当として YouTube に出演することとなりました。これから様々なカードや情報を発信していきますので、拙いところも多々あるかとは思いますが、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さて、今回は自己紹介ということで10個紹介していきたいと思いますので、よかったら聞いていってください。1つ目、名前についてです。私の名前は、漢字でアジアの兄、糸辺に少ないと書いて朝と読むのですが、こちら本名なのですが、よくさんずいに少ないの朝だとよく間違えられます。和楽器はもちろんやっておりません。気軽に朝ちゃんって呼んでもらったりだとか、あと可愛いあだ名なんかをつけてくれてもとってもとっても嬉しいです。2つ目、出身地と方言についてです。私の生まれは関西なんですが、転勤族っていうこともありまして、すぐに四国の高知に転勤することになりました。で、関西弁と土佐弁、今は関西に住んでるっていうこともありまして、どちらも喋れるんですけれども、ちょっとエセっぽくなってるところがたまに傷かなって思ってます。綺麗な方言喋りたいな。ナレーションの方では標準語を使っていきたいと思っておりますので、多少ちょいちょい出る分には目を軽くつぶっていただけるととってもとっても嬉しいです。もし喋ってっていうことのリクエストありましたら、ちょこっと喋れるところでは喋っていきたいなと思っております。3つ目、趣味についてです。私の趣味が、好きな漫画だったりだとか、あとオリジナルもそうなんですけれども、いろんなものをモチーフに創作雑貨を作ることがすごく好きです。お裁縫だったり、習ったことはないんですけど、好きなキャラクターをモチーフにテディベアを作ったりだとか、あとはオリジナルの作品だったら、一時期委託販売なんですけど、カフェの方で販売なんかもしてたりしました。今はしてません。4つ目、特技、先ほどと一緒で創作物作りです。あとは、運動ってことなんですけど、今ちょっと腰の方を悪くしておりましてできないんですが、過去部活でやっておりました陸上の棒高跳びは一応ちょっとだけいい記録持ってます。5つ目、好きな食べ物、卵焼きです。なんかメインの唐揚げとかパスタとか、なんかそういうのもいいなって、いやもちろん大好きなんですけど、一番やっぱ好きなのはやっぱ卵焼きかな。茶碗蒸しはあんまり得意じゃないんですけど、特にしょっぱめが好きで、甘い卵よりはしょっぱめが好きです。ちなみに目玉焼きだと塩派ですが、皆さんは何派でしょうか。あと、好きなものだとさつまいもだったりじゃがいも、芋系が結構好きで、特にポテトサラダなんかがすっごい好きです。個人的に最近やってすごいおすすめだったのが里芋なんですけど、ポテトサラダの芋をじゃがいもじゃなくって里芋で作ったらとってもとっても美味しかったんで、皆さんもぜひぜひ作ってみてください。さて、6つ目、嫌いな食べ物なんですけど、私の苦手なものが、梅干し、ゆかりご飯とかは好きなんですけど、丸々とした梅干しが苦手なのと、あと似た系統で言うならお漬物、きゅうりだったり白菜系の漬物は大丈夫なんですけど、ちょっと独特な味がするお漬物が苦手です。らっきょとかね。あと、みんな大好き初恋だらば、土井半助先生の苦手な練り物、苦手です。そう、練り物食べられないってことはないんですけど、どちらかというとあんまり食べたくはないかな。あと辛いものが苦手で、柿ピーの柿なんかが辛いなって思うような子供舌してます。からしとかわさびとか苦手です。皆さんは何が苦手ですか？よかったら教えてください。さてさて、7つ目ですが、7つ目は仕事についてです。今私の生活上、祖父母と生活をしているのですが、少し介護の関係もありまして、介護の方をしながら、ケーキ屋さんの方で接客業をしております。さて皆さん、去年のクリスマス、いかがお過ごしだったでしょうか。いやー、私は
めっちゃケーキ売ってました。まさに戦場のメリークリスマスとはこのことかっていうぐらいめっちゃケーキ売ってました。20日から、25日までが、クリスマスのケーキの販売期間でして、最終的に最後もう夜閉めますよ25日っていう、もう最後の時にはショーケースのケーキが全部売れる、なくなっちゃう、それぐらいもう忙しかったです。まあ、おかげさまで無事に何事もなく終わって本当に本当にありがたかったのですが、皆さんは楽しいクリスマス過ごされましたでしょうか。楽しかったらいいな、うん。さて声の仕事についてなんですが、毎年、関西のお寺さんの方で、お世話になってるんですけれども、そちらの方の秋祭りでちょっとした舞台の方をやっておりまして、去年で10年目だったんですが、だいたい8年ぐらい前からかな、それぐらいからちょっとナレーションがつくようになりまして、そちらのナレーションの方をずっと担当しております。あとは仕事の何て言うんだろう、免許かな、そういったものでしたら保育士、幼稚園教諭の免許持ってます。使ってないけどね、うん。さてさて8つ目、今年挑戦したいことについてです。今年一番挑戦してみたいなって思ってることが、時間を見つけてラジオをぜひぜひやってみたいなと思っております。なかなかね、時間の都合とかがつかなくて、挑戦できてなかったんですけど、今年はぜひぜひやってみたいなと思っております。先ほど伝えさせてもらった創作についてのお話だったり、食べ物系の絵本に最近めちゃくちゃ興味がありまして、そういった絵本の紹介だったりたり、あとは朗読、著作権の切れたもので朗読なんかもしてみたいなって思ってます。グリム童話とかだったら確か切れてたはずなので読めるんじゃないかなと。そう、ちょこっと前にツイキャスの方で白雪姫とか読んだんですけど、いやーすごいね、なんか思ってたふわふわなお話とちょっと違ったので、なんかそういうのも知れて改めて面白いなって思いました。あとしてみたいなって思ってることが、ラジオ以外に創作物の販売イベントに参加してみたいなってすごい思ってまして、アクセサリーだったり刺繍とかのブローチとかも作ってるんですけど、まあ、そういったものを販売できたらいいなって思ってます。なので今年挑戦したいことがラジオと、まあイベントはできるかわからないんですけど、まあ販売系イベントやってみたいなって思ってます。さて9個目は今年の目標です。皆さん2020年に入りましたが、今年の目標決められましたか？ちなみに私は体力をつけることが今年の目標です。いやー、なかなか歩いたりだとか、まあ、自転車を使っちゃったりだとかして、なかなか体力をね、健康のためにもつけていかなきゃなと思う今日この頃なんですけれども、今年はしっかりと歩いたりだとか、あと我が家に腹筋ワンダーコアがあるんで、それを使ってテレビ見ながらだとかゲームしながらだとか筋肉つけたいなって思っております。さあ皆さんはどんな目標を今年は立てられたのでしょうか？ぜひぜひよかったらコメント欄などで教えていただけたら嬉しいです。一緒に無理なくぼちぼち頑張っていきましょうね。さて次が最後になります。最後10個目なんですけれども、担当のキャラクターのネネとララについてお話ししていきたいなと思います。最初2人の印象なんですが、もうラフをいただいた時点からすっごく可愛くって、私が担当していいのかなって本当に頭をよぎりました。今でも本当にドキドキしております。でも本当に嬉しかったのが、私キャラクターに声を当てるっていうことがもうこれが初めてだったので、本当に光栄に思っております。とってもとっても嬉しいです。で、声のキーについてなんですけれども、店長と今話し合いというか打ち合わせをしておりまして、ネネの声が私の中で一番キーが高い声で、ララの声が今話してる声よりも若干低めの声を、当てる形になります。本当に完成品を聞いていただいたら分かるかと思うんですけれども、かなりネネは頑張って声を出しておりますので、完成の方を、楽しみにしておいてください。というわけで、
これからのネネとララと私の成長を温かく見守っていただけたらなと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。さあ、これで10個の私の自己紹介が終わりました。最後まで聞いていただきまして本当に本当にありがとうございます。これからもトレンドトレード広報ナレーション担当として頑張ってまいりますので、どうぞこれからよろしくお願いいたします。それではお別れの時間となりました。どうぞ皆さん、お心と体が健やかで、悩みも不安もなく、幸せで楽しい日々が過ごされますように。またお会いできることを楽しみにしています。またねー。